ばんは。こんばんは。こんばんはだよ。声でかいよ。Hi guys. Hello. What's up?TikTok ありがとうございます。 TikTok 始めました。 TikTok 始めました。ドイツからこんばんは。今日はね、こんなちょっと遅い時間にやってみました。 TikTok めっちゃかっこよくて、かっこいい系多分やってないんですよ。多分投稿してないですけどね。変なやつばっかり。テスト弁やめてきちゃいました。どうぞいらっしゃい。でもね、ちょっとあの10時からオンステージのっていうアプリで配信があるんですけど、その前にちょっと時間があったのでインスタライブやってます。こんばんは。 Hi guys. How are you?テスト無事終わったよ。お疲れ様。ケイタ君、前髪長いのと短いのどっちが好きですか？参考にさせてください。難しいよね。伸ばしてるんだったら一回伸ばして、飽きるまで伸ばして切ったらいいんじゃないかな。口内炎が痛くてなくて、口内炎の多分薬が一番効くと思います。脅威は今何センチですか？105ぐらいじゃないかな。多分一応プロフィールは100になってると思う。はい。 How are you? I'm great. How about you? 細胞はマジで読めない。かって言うよね。今日誕生日なのでお祝いしてください。おめでとう。7月リンリン。魅力的だなと思う人はどういう人ですか？ありがとうって言える人かな。元気です。21歳おめでとうございます。いつも TikTok のコメントにいいねありがとうございます。コメント見てくれて、コメント見てますよ。もちろん全部見てるよ。俺はコメントパトロールしてるよ。それで言うとニニ、もうあとちょっとあと 2,3 分で僕はオンステージの方であの配信始めちゃうんですけど、見に来てくれるかな皆さん。アイコンにしてる人がいるんですけど、これシャツです。ミスヤブレロ、YouTube だよ。もうあのオンステージ見に来てください。あの Twitter の方からリンク飛べるんで、ぜひ。明日ね、あのマスイベントじゃない、ファンイベント、 Zoom のファンイベントなんですよ。カエデ
外の方写真集買えるようになったらいいんだけどね。なかなか多分 Amazon とかでは販売するようになるんですけど、多分買えないからね。あの7月25日に写真集出るので、よかったら皆さん買ってください。お願いします。一肌も二肌も脱いでます。明日仕事でした。残念。私たちはもうあなたを愛することはできます。何それ。写真集予約しました。ありがとうございます。ありがとうございます。後悔させないと思います。多分結構頑張ったんで、結構全力です。体育会で 100m 走ることになる。 100m は大丈夫じゃない。ジャンプショップとかでも買えるのかな。でも Amazon で買えるから、 Amazon とかで買ったらいいんじゃないかなって思います。はい、あかりって呼んでください。あかり、ケイタさん、 How are you?グッドグッド。ほんとあとちょっとで僕オンステージの配信しちゃうんで、皆さんよかったら見に来てください。インスタライブもたまにやりますよ。バンバンバン、かわいいポーズ。Did you get the haircut? No, I didn't.バイバイ。本ステージ10時からです。よかったら見に来てください。そっちではもっと、いっぱい喋ってます。よろしくお願いします。というわけで、コップンかコップンか。男の人は切るんだよね、コップンか。さあら、さあら、頑張ってください。見に来てください。休み前に、いつもね9時からとかなんだけど、じゃあもう58分なんで、バイバイ。見に来てね。1時間ぐらいやります。コップンか。バイバイ。